and gentlemen, welcome to 有明 Winter Fest 2018 Tokyo International Projection Mapping Award Volume 3。皆様ようこそ有明 Winter Fest 2018へ。そして大変お待たせいたしました。まずはじめに、本日開催しておりますイベント、有明 Winter Fest 2018東京国際プロジェクションマッピングアワードを代表いたしまして、主催者であります株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長石原清嗣様より開催のご挨拶を頂戴いたします。石原様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。東京ビッグサイトの石原でございます。本日は有明のこの地に登場をしていただきまして、本当にありがとうございます。当初としましては、この外国の発言を利用しまして、こういうチョコマッピングの映像をお楽しみいただくということを平成26年から始めております。本日は16チームの若手クリエイターによるプロジェクションマッピングのですが、開催されます。で、このグループチームによるコンテストというのは日本で最大の規模、そしてお客様のクリエイターの登竜門に採用されています。東京国際といたしましても、優秀な作品についてはその後定期公開をさせていただき、コンテンツの活用とそして地域の利用を出していくと。また、作品上でのうちには、アメリカ人の案内と映像のコラボレーションをお楽しみいただきます。また、有明の企業の皆様とご協力いただきまして、これらの方法にもお届けさせていただきますので、お楽しみいただきます。それでは皆さん、楽しみください。石田様、ありがとうございました。お気持ちをお聞きください。それでは、東京国際プロジェクションマッピングアワードボリューム3上映会を始めさせていただきます。まず審査員の方々をご紹介させていただきます。コマーシャルこと統括編集長川本康沙、レモンライフ代表アートディレクター千原哲也様、モーメントファクトリー東京オフィスディレクターマカールエヴァリオ様、NHK プロデューサーデザイナー森内大輔様、映像作家アニメーション作家橋本大輔様、以上の皆様に審査していただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。そして自己紹介が遅れました。私、本日の司会進行を務めさせていただきます、ナレーターのマーク・オキタと申します。現在ナレーターとしてテレビ番組やテレビのコマーシャルの声をやっております。一日テレビを制したら簡単な認知感情もあるような声だと思います。このような形でですね、大規模なプロジェクトマッピングを見るのは初めてです。皆さんと後ろですね、この声でどんどん盛り上げていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。本イベント東京国際プロジェクションマッピングアワードは、世界で活躍する映像クリエイターの登竜門を目指すと同時に、臨海の都心地域のにぎわいを創出する愛される街のイベントとして開催しております。本アワードは学校対抗のチーム対戦形式で行われます。日本全国および海外からの多数の応募の中から一次審査を通過した16チームがおよそ4ヶ月をかけて制作したプロジェクションマッピング映像を上映いたします。本日の上映会は18時30分までを予定しております。上映会のフィナーレには花火と音楽、そしてプロジェクションマッピングコラボレーションによるスペシャルショータイムを実施いたします。そして夕日を挟み19時30分からこの会場の下1階レセプションホールに場所を移しまして、
東京国際プロジェクションマッピングアワードボリューム3表彰式を行います。表彰式は一般の皆様にもご覧いただきますので、お時間がございますのはぜひお願いします。また本日のイベントの様子を撮影しております。撮影しました映像は東京国際プロジェクションマッピングアワードを応募活動で使用させていただきます。あらかじめご了承ください。それでは早速作品の上映を始めさせていただきます。